こはなんか集まるんですか、やっぱり こんな感じで多分夕方とかに来れば、まさか普通だったらあのバックして出てくるようなところを全身で行くんですねいやすごいな、降りていってしまいますすごいね、うわ、すごい。えげつない角度です。おお。ああ。おお。前見てないおおおおこれで OK なじゃあ、っていうか4輪ついたけどこれで多分なんとかされるんじゃないかうまいねすごい楽しいねすごいすごい伸びるんだねすごいすごい何だかの高低差はちゃんと追求してるねえここ行けるのすごいなあのっていうか、はい、あそかそかでもあるんやね輸出しようも、はい、侍があるんやねこんな人遊んどるんかなやっぱあっちの人もおおおおおなんかなんか想像を絶するところが車が上がってくるから面白いすごい。ちょっと足のビジネスの人がかっこいいね。すごすぎる。ああ。おお。やばい。マジで。引っかかった、すごい。四輪駆動ってすごいね。引いとるよね、これ絶対。引いてないと上がってんのかな。ただ、あの、社長の車は。なかったね。この、すごい。いや、あっちも上がってたよ。面白いね。だいたい人間との大きさ比べがこれでわかると思う。わあなんか本当に上と下で別のラジコンカーみたいな。1分の1ゴブリン。うん。
かわいい、コロンコロンで。そのままじゃ飽きたら今度は。ああ、あれが FF キット。いったー。すげえ。ここはあれだ、すごいね。これとっても。これでも本当よく上がるな、こんなとこ。下っかっないな。すごいね、こんなとこ入っていけるんや。後から運転されてました。いや、やめときます。似たような左にラングラーが似たような無茶なことをしている。新車のジムをひっくり返す。ああ。でかいですね。でかいね。なんか同じような形なんだけどでかいですね。はい。大きさが全然違います。なんか何台も生えてきたけど。何台いましたかね。すごい大事なんだ。好きよ。マジで。なぜ。なんでそんな無茶なところをみんな上がっていくの。他の人が行けないところを行きたいのがこの真理のやつっていうか、もうこの辺車が普通に走れるような場所じゃないと思う。あ、面白い。なんか上がりきってますね。向こう上がりきってますね。じゃあ、このデフロックとかあるの。これはないですね。つけてる人もいますけど。デフロックなくても上がるの、こんなところ。それが上がっちゃうんですよ、この。これ上がれるわ。すごいね。ただここ体格がひどいので、ええ、うまくいかないと体格が、ね、浮いてしまうんだ。なるほど。なかなか強敵です。何かどうにもならなかった。もうウィンチの。ウィンチの出番かもしれないですね、ハマったら。動けなくなって、こう行ってかければ、はい、出るかな。穴にはまれば。もうだいぶふかふかなってますね。はい、すごいっすね。行かないですね。ボッシュ。お、いた。いたいたいた。いたいた。いたいた。来た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 。来た。来た。いましたね、はい、いや、面白いです。とりあえず時間ついてありがとうございます。いえいえ。こんにちは。すごい。本当だ。面白い。面白いですね。面白いですね。まともな車はいないですよ。てか、なんかここに来るともうこれが普通の車なんや。はい。凹んでるのはもうなんか逆にかっこいいね。はい。かっこいい。かっこいい。あ、なんか普通に上がってくる。なんかすごくファイナルスイッチがなんか
舐める、ぬめぬめって舐めるような感じで回ってくる。あれオートマなんですよ。あ、そうなんだ。半分くらいオートマですね。その方がやりやすいね。岩場はオートマの方が強いです。面白かった。カプチーノはちなみに、はい、未だ現役です。現役なんです。はい。バカです。これが本当は通勤車両だったんですけど。痛い勤めるの。金子の金になる。金になってしまったんだこれ。はい。派手すぎるっていう理由で自動車ディーラーとして使われてないっていう。改造車は。合法なのでまあ、色出る前までは普通にこれで乗ってってたんですけど。色は最初は白だったんですか。これもシルバーです、ね、シルバーなんかシルバー多いんですよ、ね、は中古車で出回るのが大体シルバーなんですよ。ありがとう。いえいえ。じゃあ去っていくところも撮らせてもらえますかね。ありがとう。いえいえ、はい、はい、また改めて、またよろしくお願いします。はい、よろしく、はい、ちょっと、はい、ありがとう。